どうも、安嶋教授です。いつもより画面の明るさ変えたのは単純に綺麗に見られたいっていうね、努力はせずにね、クエローですね。はい、アンチコメント来たよ、ね、アンチコメント、まあ、第何回か分かんねえけど、まあ、アンチコメント返信コーナーじゃないぞ。アンチコメント返信コーナー2件来ております。いやーね、俺はなんかね、アンチコメント来るときって絶対1個じゃ来ないっていうね。はい、日暮さん、この世に俺よりもブサイクがいて安心したということでね、この人のこだわりポイント、なぜかブサイクのブサイクが漢字なんですね。多分こういう人ってバカなんでスマホでやってるじゃないですか。スマホでブサイクって言ったら変換で出てくるんですよ。そしたら漢字でブサイクが出てくるんで、こいつは小学生でございます。はい、こうやってね、スマホでやってると変換出てくるでしょ。それついつい押しちゃうタイプのやつ。うんね、機械に頼ってる。まあ俺も機械に頼ってっけど、クソ野郎ですね。うん、そこをカタカナにしないのが頭悪いよね。まずさ、それもね、その動画がなんかローガンポールの迷惑動画、意外に面白かったっていう動画なんですよ。まあなんかめちゃくちゃね、低評価食らってるんですけど、うん、まあまあ A でしょと。まあこのように俺よりもブサイクがいて安心したっていうのはね、めちゃくちゃ意味わかんないですよ。こいつバカなんですよね。だってローガンポールの迷惑動画が意外に面白かったっていう動画なのに、顔のこと話してるんですよ。俺イケメンでしょっていう動画だら、いやこのようにもっていう、そのコメントね、言うならまだわかりますよ。でも俺はローガンポールの動画ね、みんなローガンポール批判してるから、一人くらいローガンポールマジ面白い最高って言ってるやついてもいいんじゃないかなって思って作った動画なのに、その意図も汲み止めないバカがね、そうコメントしております。ね、まず人に悪口を言う時点でね、親の愛情が足りてない、教育を間違えている、うん、クソ野郎ですよそいつは。ねえ、めちゃくちゃ俺はムカつくよね、そう言われて。あ、うん、ブサイクかっていうとブサイクですけどね。その趣旨何なんだろうなお前はっていう、何が言いたいんだよ結局お前。それただの独り言じゃん。独り言、ああこいつ俺よりもブサイクだって、わあ安心したって心の中で思っとけばいいものを出しちゃう、正真正銘のねバカですよお前は。まあいい、アホなのかな。バカっていう言葉がもったいない。バカっていい言葉、バカとかアホとかいい言葉に使われがちだと思うんですよ僕は。そいつはねクズですね。はい、いやまあね、まず人の悪口言う時点でおかしいんですよと言いながら、俺も人の悪口昔は言ってましたけど、まあ現在進行形でも言ってますけど、コメントで出さなくてよくないっていうね。安心したってね。でこいつ一生成功できないやつです、下を見てね自分安心するタイプのやつって、一生サラリーマンかもしくはホームレス。うん、上を見ろ、常に上を見ろバカが。お前なんか一生成功しねえ。うん、何に対しても全てのこと、問題が起きても逃げて人のせいにして、そういうねクソみたいな人生を送るでしょう。クソみたいな人間でしょう。この文で分かりますよね。下を見て安心するやつってクソなんですよ。典型的なあれじゃないですか、24時間テレビ見てるタイプの人じゃないですか。なんか感動ポルノとか言って、まあ障害者って言い方もね、まあハンディキャップと言った方がいいのか分からないですけども、まあハンディキャップの方々を見て、わーなんかかわいそうってまず思っちゃダメですね。同じ人間ですし。うん。それで自分は、あ、五体満足で生きてるんだ、みたいな、なんかそういう変な気持ちに浸かるのって意味わかんないと思うんですよ。そういうね、クソみたいな奴らが俺24時間テレビ見てると思ってるんで、っていうね、めちゃくちゃなディスりですからね。うん。なんで毎回そんなことするのって思いますけどね、俺は。24時間テレビ、痛烈にディスりますよ。うん。そういうのが好きなタイプの人間だよね。俺24時間テレビ好きじゃないですよ。やっぱりね。で、もう一つのコメントですね。ちょっとスプラトゥーンやりながら答えました。関東ローム TV、はい、死ねよってコメント打ってみて、こいつのね、ホーム飛んで見た動画すごいつまんない、はいつまんない YouTuber あるある質問コーナーしがち、ね、何こいつ。
うわ、こいつバカだから本名探してる。うわ。こいつバカだわ。ちょっと待って、スクショしてやろう、マジで。本名出しちゃってるじゃん、個人情報。はい、スクショしました。残念でした。はい、スクショしました。クソ野郎が。やっぱバカでしたね。死ねよってコメントする人、それも多分この人俺より年上だと思うんすよ。俺より年上じゃないな、そいつ。ガキだからちげえか。いや、まあ、僕が個人情報、そいつのは言いません。僕は頭いいんでね。それで僕が訴えられても困るじゃないですか。僕は言いません、そいつの名前は。まあ、質問コーナーやってますって動画で、そいつらの本名出てるんで見てください。はい、見に行け。みんな。こういうクソがいるからね。こういうのが社会人になるんでしょう。クソでしょ。俺は社会人になりません。死ぬとかじゃないです、僕はね。社会人にはなりたくないな。単純に。って思ってます。なんか副業で1億稼ぎてえわ。家でできる、なんかそういうので稼ぎて、家でなんかできる仕事に就こうかなって思って。やっぱ俺はね、まあいろいろあっても、もう人間不信なんで、もう人間が嫌いなんですよ。人間が嫌いって言いながら俺も人間なんですよね。でも人間ってクソじゃないですか。エゴで生きてるじゃないですか。やっぱりそのパンダだって可愛いからって言って、もうなんか、だ人間ってクソなんですよね、極論。いや、全然き、あの、偏ってないけど、人間ってクソだからな。ということで、まあ、死ねよってコメントしてきたんですよね。いや、まあ、こいつも親から愛情足りてません。なんで僕ね、すごい優しいんで、そいつらに何というコメントを返してやったか。この世にの日暮らしっていうクソ野郎には、安心はお金で買えないから、その安心を大切にしてねって。優しい。で、死ねよって言ってて、そんな笑顔で言わなくても。なんでこのコメント返したかっていうと、関東ローム TV のね、人のね、アイコンがね、永瀬さんなんですね、 TOKIO の。それがすごい満面の笑みの画像なんですよね。まあ、クソですよね、極端。なんかな、俺はね、で、俺、ヒカルさんアンチに言いたいことがあるんだけど、俺、アンチするんだったら、もうちょっとね、熱量のないんですよ、ヒカルさんたちのアンチって。もう、コピペ画像しか上げないじゃないですか、あの人たちって。俺ね、やっぱアンチはちっしっかりとツイッターだとね、140文字のきしょい文章を送るのが俺アンチだと思ってるんで、まあ、そういうやつら、まあ、秒でブロックですけど、まあ、俺はそういう人になってほしくないですけどね。まあ、みんなね、まあ、面白い、その否定的なコメントならいいですよ。でも、その定型文なんですよね、やっぱり。そのつまんないって思うのは、否定的なんだけど面白いっていうのが理想形であって、そんな死ねよとかね、もう何形かい使われてんだよ、日本語としてみたいな。で、どういう理由で死ねよって思ったのかも教えてほしいしね、まず。そうです、すごい昔にいたちょっとアンチいるんですよ。まあ、俺も話したかな、こいつ。で、なんかすごい接戦を繰り広げてるんですよね。まあ、関東ローム TV っていうクソつまんないチャンネル。俺の方が面白いんで、俺の動画見続けてください、皆さんはね。まあ、この広瀬すず摂取してみたっていう動画なんですけど、まあ、ここでいるんですよね。やめとけ、ほんまに広瀬すずのファン何人いると思ってんのっていう。ね。知らないけどって。Twitter 見ろ、底辺 YouTuber って言ってんですよ。なんかね、まあ、こいつ優勝ってやつ、
ツイッター見ろ底辺 YouTuber ってのが面白いですね。ツイッターのフォロワー全員がファンだと思ってるっていうね。うん、で底辺 YouTuber って煽られるのもお前も底辺やんっていうね。うん、でやっぱねこいつ見たんです。確かに俺よりこいつの方がチャンネル登録者多いですよ。125人。ねえ、あでもやってることがみんなと同じなんですよね。ガキ狩りとか言って、まあ、誰かのパクリですよ。 GTA のなんか人と同じことやって、ちょっとしたチャンネル登録者数やって、俺のチャンネル登録者数だみたいなこと威張ってる、すごいダサいと思うんですよね。うん、で130人くらいになってるかなって思ったんですよこいつね。炎上キャラアピってってなんか、あそうかなと思って、面白いなって俺思ったんですよ。人を摂取するってなんぞやってなって、あれですよ。だからこの動画のインスピレーションを受けたのはあれです。ジョン・レノさんがユナチャンネルの画像だらってなべる動画から、あ俺もやろうって思ってスケールでかくして広瀬すずさんにしたってね。そういう動画です。うん、まあねえ、ゲーム実況かって、それも他とガキを釣ってっていうなんかの動画出しててね。うん、チャンネル登録者自慢ってすごいダサいですからね。やっぱりだって俺のチャンネル登録者数なんて、まあ、ほぼ米生さんのものなんで、俺のもんじゃないですからね、はっきり言って。でチャンネル登録者だって、俺も最初の頃はね売名してたんですよ、いろんなとこで。うん、売名してたんですよ。でやってて全然人数増えないし、なんか心が痛くなってきたんですよね。今かつてのあれですよ、浩平さんとかもノーブランドとしてね、あれ昔なんだったっけな、名前忘れちゃった、売名ばっかしてたじゃないですか。まあはっきり言ってノーブランドつまんないですけどねいやそのなんか、なんであんたはそんなに仲間を作りたがるのみたいな、俺のおかげでこいつら有名になったぜと威張りたいマンなのかなって 俺は思っちゃうんですね。プロデューサー気取りって感じがするよね。うん、でもね俺思うんですよ、昨今の YouTube ってね、みんななんかね誰かと一緒にいるんですよね。まあそれの方が伸びるかもしれないけど、俺それって見たって嫌なんですよ。協力してくれる人とか友達とかでいいんだよね。うん、メインで活動しちゃダメだと思うんですよね。って思って、俺あんまコラボしてないって、いやコラボできねえよ、あんまコラボしてないですよって言って、まあコラボしたくないですしね誰とも。うん、有名な人とコラボしたって作る動画なんてないですから。うん、でコラボってすごい害悪なものですからね。もしかしたらその人がに、ね、その人のことを好きでって見てるのに、なんかガヤが入ってきてめちゃくちゃムカつきますからね、コラボって。いい例もあるけど、その分悪い例もあるんですよね。まあ悪い例。まあだから、まあ気まぐれクックさんもコラボする人は気をつけないと。ね。三高一さんってあれだよね。なんか古川優香さんがめちゃくちゃ面白いよね。うん。
あ、まあ動画で面白くはないけど、ツイッターとか面白いと思う発言はね。まあ動画全く見てないですけども、まあっていう、なんか結局アンチ返信コメントコーナー、まあアンチエイジングかなって思ったら全然違くても、なんか YouTube 雑談始めるっていうね。まあそういうことだ。そんなもうどうでもいいんだよ。もうそんなタイトルにとらわれるな、縛られるな。はい、ということね。ということで、適当ですね。全然返信しないしね。いや、アンチコメント俺ね、楽しいんですよね。それでボコボコにできるんで。まあなんか面白いアンチコメントはないですよね。やっぱりみんな、まあコメントしてる人ってまあ幼稚だし知能指数が低いんで、面白いアンチコメントは書けないですよね。面白い否定的なコメントっていうのは、うん、まあそれつまんないからそういうコメントするんだもんな。うん、なんか面白いアンチコメントないかなって思いますよ。ひねちゃんのチャンネルだってあれじゃん、みんな同じじゃん。安定のキモさとかすごい7個くらいコメントかぶってるじゃん。なんで人と同じコメントするんだろうと俺は思っちゃいますけどね。それにいいねをせやいいじゃんと。まあね、はいはいはい、でで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 、なんで俺は死ねって言われなきゃいけないのかなって俺は思ってね。そんなに俺嫌いか、よくよく考えてみるよ。なんか変な名前のやつも、お前もなんかスプラのフレコを教えてもらえないから俺に死ねって言ってきて、それもそれ本当ダサい、ダサいんだよ。もうかっこ悪いアンチなんだよな。かっこいいアンチもいるけどさ、すごいダサいんだよそいつ。開業に開業を重ねてね、まあ、開業ってどういうことかっていうと、まあ、詳細ボタンを押すじゃんね。それうるせえな。詳細ボタンを押して、そのちょっと待って、はい、ということでね、溝、うわ、へ、すごいね、さっきへしたんですよ。じゃまだ匂いがここら辺にある、やば。強烈すぎるへということでね。はい、俺が何を言いたかったのか忘れたため、動画終了させてもらいます。ということで、次回の動画でやめましょう。ば、はーい。マジやばいな忘れ癖がすごいですね。ということで、次回の動画で会いましょう。バイバーイ。しゅん